説明や解説が必要なら私に任せてください。あの、私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。怒ってないから誤解しないでね先生。顔が怖いってよく言われるんだ。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。美食研究会のあかりです。これから一緒に美味しいものを食べに行きましょうか。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。ミレニアム学園、音瀬こたま。先生の声が聞こえたのでここに来ました。給食部の風花です。食べたいものがあったらいつでもおっしゃってください。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。美食研究会のあかりです。これから一緒に美味しいものを食べに行きましょうか。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。トリニティ総合学園。過ぎたるはなお及ばざるがごとし、今日だけは仕事を忘れて私と一休みしませんか。じゃーん、ついに登場。さあこれから楽しく遊ぼう先生。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。ミ
ミレニアム学園、音瀬小玉。先生の声が聞こえたのでここに来ました。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。ミレニアム学園、音瀬小玉。先生の声が聞こえたのでここに来ました。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。時系団任務の延長ですね。ベリタスの部長兼得意現象操作部の部長、ミレニアム最高の天才清楚系病弱美少女ハッカーの明け星ひまりと申しますよろしくお願いしますね。